カイ・ハフトは、フィンランド出身のロックミュージシャン、ドラマー。これまで主に、ウィンターさん、ナイトウィッシュ、スワローザさん、ロッテンサウンドなど多くのバンドで活動した。ハフトがドラムを始めたときは、ハンドメイドのドラムセットを使用していた。1991年に、地元のデスメタルバンド、カーティレージで活動を開始する。同バンドは、デモテープとスプリットアルバムをリリースするも、 翌年には解散している。その後、ウィングスやバミトゥーリーシアンといったデスメタルバンドに参加し、スタジオアルバムに参加しデビューも果たした。しかしながら、これらのバンドはいずれも短命に終わっている。1995年にデスメタル、グラインドコアバンドのロッテンサウンドとブラックメタルバンドのエノチアンクレセントに加入。ロッテンサウンドでは4枚のアルバム、 エノチアン・クレッセントでは1枚のアルバムに参加した。エノチアン・クレッセントからは1999年に脱退。ロッテンサウンドからは2006年に脱退している。また、2004年にやりマーエンパーのソロプロジェクトであるウィンターさんにアルバムセッションとして参加。その後、同プロジェクトがバンド体制に移行して正式メンバーとなった。2009年にはメロディックデスメタル。 ドゥームメタルバンドのスワローザ・さんに加入し、現在でも活動している。この他に、メロディック・ブラックメタルバンド、アーサミシアに参加していた時期もある。また、ナイト・ウィッシュのアルバムに、パーカッションでゲスト参加したり、アグレッサーのアルバムに、ドラムでゲスト参加している。2019年7月に、ユッカ・ネバライネンの公認として、ナイト・ウィッシュに正式メンバーとして加入した。 会は2014年にユッカが休業した後にサポートドラマーとしてアルバムツアーに参加していた。ありがとうございます。